よ。さて、天蘭。はい、不換気です。あ、違う、不換気です。間違え。中は36度。うん。あれ、なんか変な匂い。なんか匂いません？ちょっとする。するね。いるのか。あいつが。ニョッキー。またいるのか。または。爆発。爆発やろう。あ、ボンバーマンだ。怖いな。困っちゃいますね。さあ、皆さんもうおなじみですね、このペンライト。はい。はい、ちょっとずつやっていこう。はい。いきまーす。いいよ。あ、綺麗ですね。うん、綺麗ね。あ、ダメそう。あ、怪しいけどダメだ。ダメだ。ダメだ。あ、いいね。いいね。ダメだ。いいね。4つですね。4つしか生き残っておりません。ね。どうしようかな。負け強いするね。うん。ありがとう。バケツ2つぐらいあった方がいいよね。うんうん。はい、皆さん。恒例の しちゃいますか。ダメ卵。ダメなやつ。OK。3つは OK ね。これ、今週不可予定なんで。いいね、綺麗。ダメだ。ダメそう。はい。ダメだ。ダメそう。ダメそう。ダメだ。ダメだよね。じゃあ、移動で。はい。ダメだ。俺に手がつるつるする。ああ、いいよ。いいよ。割ったらネタだ。油性弾を。トムさんに殺されそう。うんうん。よいしょ。多分そのボックスの角でガツンと。ガツン。待って。あー、ダメ。ダメだ。オッケー。ダメ。ダメ。ダメ。オッケー。オッケー。ダメ。ダメ。半分ぐらいダメ。すぐバケツがいっぱいになっちゃうよ。そうだね。これさ、すげえ今思ったのはさ、うんうん、あの全部ここで調べた。あ、そうだね。ダメ。卵バケツがいっぱいになっちゃった。ダメ。ダメそう。はい。オッケー。ダメ。あれ？ダメ？ダメだね。ダメだよね。難しい。ダメ。オッケー。はい。やっぱり根気は少ないみたいな。ないよね。そもそもの油性卵が少ない。そもそもの卵の絶対量も少ないし。あ、そうそう。すでにヒナの数だけでも40羽ぐらい少ないでしょ。そうです、うん、去年が優秀だったの。それとも今年がやばいの。去年もそんなに多くはない。だから減ってきてるね。いいね、いいね。あ、おい、ダメかな。ダメっぽいな。ダメだね。いいね、綺麗だ。ダメそう。綺麗。あ、うん、ギリオッケー。オッケーじゃないかも。え、ほんと？でも、いや、まあ、こいつらと比べたら疑わしき。あれだけど、綺麗に2層にはなってる。よいしょ。
やば、卵が。あー、アフ船に移すかい。でこの3つ満杯になったらそうする。うんうん。これはちょ謎に匂う原因もまだわからん。うん、そうだね。一個ダメじゃん。ダメか、ダメだよね。うんうん、はい、こうやってあれでしょ、完全にあの白黒になってるのがいいんでしょ。そう、ダメ。いい、こんな感じね。あ、いいね、綺麗だ、3つ綺麗。いいでしょ。あ、間違えた。本当、太陽、太陽みたいな。スパーン。ダメですね。ここね、わかる、くっきりすごく影になってるよ。あ、太陽の光が当たってるとことは全く当たってないとこみたいな。そんな感じです。よいしょ。最後の、もうそろそろ発生する人たちもいるんだね。8月の11日発生。あ、そうですよ、すぐすぐ発生。 OK、綺麗ね、いいね。あ、怪しい、うん、あ、ダメかも。あ、ちょっと残そう。うんうん、ダメ。え、ダメだよね。うん、ここまで来てる。ダメそう。いいよ。あ、怪しいな、こいつと同じぐらい。わかんない、一応でも分かれてはいる。うん、綺麗、すごい綺麗。こいつも、こいつより OK だと思う。そうだね、いけそうだね。はい。ああ、どうしようかな。どうした？ちょっとこのまんま剣断はこれでおしまいで、うんうん、こっちの方に移しますか。よいしょ。これで移動する卵の剣断は終わったの、ね、終わった終わった。溢れる。よいしょ。溢れるダメ卵。お前たちもね、はい、有効活用するかな。うん、乱獲になります。あ、はい、続いて、はい、孵化の卵を移動するということで。はい。うん、はい、先ほど、目視で合格した卵たちを。そうですね。ね、ちゃんとくっきり分かれててもね、生まれるわけじゃねえし。そうだね、困っちゃうな。一個足りないな。いいでしょ。まあ、これだけじゃないんですけど。うん、さっきしまったやつだもんでしょ。そう、最近というか今年にしては結構残ってる方な気がする。優勢団が。そうそう。はい、では行きます。また読み上げスタイルにしてもらおうか。そうだよね、俺もそう思った。じゃあこれが終わったら、いや、俺もゴム手をした方がいいのか。あ、読み上げてくれるだけで十分。行きます。はい、はい、6月の22、はい、14、1488、はい、はい、次行きます。はい、6月22、はい、32、はい、汚ねえな、なんだろう、1372、はい、はい、続きまして、はい、6月の24、はい、23、はい、おう、1631、
1631。あら、23。23。っていうか、さっき最初のやつも23だわ。いいな、初めてですよ。23? 23がもし付加できれば。確かに。入団用で消されてる。うん、はい。623。6月23。はい、そう。45。はい。1532。ことごとく今まで無精卵だったんだよ、23パドック。だから消しちゃったんでしょ。消しちゃった。でももしこれで実績ができるたらあのペケがペケになるでしょ。そうそうそう、ね、はい、はい、続きまして6月の23日、はい、44 1433。はい、33。こちら、あ、いいね、あったかい卵が中にいる感じがする。はい。まだわかんないけど。まだか、いや、いる、なんかなんとなくわかる。え、もうこれわかんの？え、中にいるのと、なんかダメげなやつたまにある。はい、6月21。はい。43。はい。1462。1462。はい。え、もうこいつらはすでに中に何かいると。あの黒い部分。うんうん、何かできてるってこと。ひながいます。え、もうもうだいぶできてる。あ、そうなんだ。あとはもうくちばしで膜を破るだけっていう状態です。いるんだ。え、うん、いないと思ってた。いや、てっきりまだあのなんだろう、血だまりができてるというか。あ、全然います、います。まだあのほら蝶でいうさなぎの中身、あみたいな感じかなって思ってたけど。いや、いる、いる。もういるんだ。だって早い子だとさ、あ、確かに出てきちゃう。火曜日の朝、あそこで生まれたことがありますので、普通に多分もういる。これはあと4日後に生まれる予定、ね、予定。みんなでも個人差で。でも早ければあと2日ぐらいで出てきちゃうんだ。そうそう。はい、続きまして、うん、いきます。6月の16日。はい。あ、なんだこれ。30。うん。何？32に見えます、ね。じゃあ32で。はい。はい、1463。はい。あとなんか卵の特徴が32。あ、もう分かってくるよ。つるっと白目。うん。すごい。またできそうじゃん。ねえ。はい。はい、6月の19。はい。45。45。はい。1510。1510。いいよ。シックスパック準備中。はい。シックスパック。多分シックスパックいい。はい、行きます。はい。6月の24。6月24。はい。14。14。1462。1462。はい。はい。みんなちゃんと生まれなさい、ね、みんなちゃんと生まれなさい。よいしょ。あれね、オーストリッチライダーさんがやってるみたいにさ、うん、ね、ここにやりたいよ。箱で出てくる瞬間撮りたくない。あ、撮りたい、とっても撮りたいです。なんならいつか超難しいだろうけど、いつかというか、やるのか、うん、この孵化シーズンが一段落したらラップでやってみようっていう、ね、できんのかな。クリアな感じ、ね、だいぶでも下調べというか勉強が必要そうではあります、ね、そもそも、ね、割った卵だけでいけんのかっていう。実験室でやるやつじゃん、ね、なんか普通にあのこういうとこでやってた。あ、こういうとこにあのプラスチックのカップにラップ敷いて、じゃあいけるのかな。ラップの上にあの何パカって、あ、あの、ね、卵焼き焼くみたいにできるんですかね。そのパカができねえんだ、ダチョウ。あ、でもドゥルンってあの出せばいい。そのドゥルンでさ、黄身が割れちゃう。いや、割れない割れない、ゆっくり出せば割れない。はい、いきます。はい、6月の17。はい。
451496いいな、10話ぐらい一気に持ってってヒヨヒヨさせたいな。ねえ、あの可愛さはすごいね。いいよね。うん、はい、いきます。6月の21。はい、あ、ごめん、シャーペンがちょっと。じゃあ大丈夫、6月の17。そう、はい、32、はい、1418。ゴム手ってすごいね、滑んないんだね。私の指力かもしれないけど、はい、いきます。6月の21。45。1580。はい、あ、でもゴム手だから多分つるっといかない安心感があるね。なんか手だと夏の卵はつるつるすぎて、うんうん、滑る。はい、はい、6月の27。31、はい、1580。はい、最後、はい、6月の28。シンブリ、お最後にシンブリ、はい、1437。1437。さあ、ジュニアか、女の子の場合なんて言うんだろうねそれでもジュニアかな。ジュニアなの？ジュニアって男の子じゃない？そうなの。なんかそんなイメージが。なんて言うんだろう。ね、シスターではないよね。なんだろうね。はい。はい。あ、よいしょ。ダチョウの助、キャンジュニアになるの？キャン、いやキャン、なんだろう。はい、ってことで、はい、動画終了です。はい。